また幕張メッセ来てますよ、小鳥さん。Dude, that father is 10 men burned! 6日目です。好きなのかーい。幕張そんな好きなのかーい。また来た。また来ちゃったよ、カートラジャパン。二日連ちゃん。小鳥さん、1年ぶりに来ましたけども、カートラジャパン。じゃあ行きましょう。おいやおい、おいやおい、こっちへ来いやおい、お前のことを。あ、青やってる。頑張れ小鳥。おっとっと、頑張れ。まだだ、まだいける。 まさかのゴール。お、青、ほら、ちょっと見てみよう。トレラハウスだ。よし、じゃあ靴の家。いいよ。あ、これかっこいいね。外装もかっこいい。めちゃくちゃ行ってみましょう。おろろ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 ろ。うわー、背も高い。キッチン、オーブンまでついてる。後ろベッドルーム。ここの扉、どなたか開けてもらえますかね。どうでしょう。シャワールーム。トイレとシャワールーム。トイレ、そしてシャワールーム。小さいけどバスタブになってる。素敵じゃないですか、ベッドルーム。ちょっとベッドルーム、これ下段のベッドルーム。2階に十分広い。2段ベッド。じゃん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 。おいよ、こん中も広いですか。広いですね。ダイニング1,2,3,4、まあ、5人ぐらいは座れるかな。6人頑張れば。広い。こんなの乗ってみたいね。僕が探していったのが、ついに見つけたポータブル温水ボイラー。5万円安い。これだけでいいんだ。これだけで、じゃじゃーん。暖かいですか。暖かくないんですか。これなら冬のサーフィンが楽になる。小鳥さん、買ってください。あなたのお年玉で。よし、スーさんのところ行ってみよう。おいで。さあ、ロン毛のスーさんのところ行ってみましょうか。すごい、一日でめちゃめちゃ進化している。あー、スライドするベッド、すごい。1日経ってないのにもうこんなに進んでる。さすがスーさん、すごい。うわわわわ、スライドベッドっていうの。かっこいい。お疲れ様です、スーさん。すごい、猫取り。スーさん作ったんだよこれ。やばいね。これいいね、この床、この組み方。これめっちゃ材料費安い。ビニヤ3枚分なんで2700円。2000いくらで？そうマジで？マジで。やばい。青。俺もこんな風にしたい車。さすがスーさん。本気を出すとこんなに早くできちゃう。俺昨日の時点では全然ゴールが見えないなと思ってたんだけど、まさか一日でこんなに進んでるとは。さあ、今日もスーさんとゆりえちゃん頑張って車を作ってます。すごい進んだね、ゆりえちゃん。あー、びっくりしちゃった、さっき見て。さあ、青だよ。これスーさん家だから、お邪魔しますって言うんだよ。ここはですね、鈴木さん家です。鈴木さん家にお宅訪問してみましょう。はい、こちらが鈴木さん家です。鈴木さん家はね、キッチンがないスタイルなんだよね。でもね、それでいいと思って。俺は一番シンプルでね、いいよね。家がこれなの。家これなんだよ。スーさんのお家なんだから。見て、ほら、お酒ばっかり、お酒ばっか飲んでんの。お家って家にあった車なの。そうだよ。家ないの。スーさんはこれをお家の代わりに、仕事にそのまま行ったり遊びに行ったりとかするんだよ。さあ、これが鈴木さん家でした。父はね、俺のハイエースをこういう風にしたいんだよ。もうね、四駆フェイスにしたいの。できますか。あ、はい。
で、1000円いいよ、やってみ。小鳥さん、バンジーバンジーに挑戦します。ねえ、楽しそうだね。どうなるのこれ。小鳥さん、ドキドキですか。小鳥さん、一体どうなるんでしょうか。小鳥、いってらっしゃい。おお上まで上がります。よいしょ。うーん、小鳥が空へ舞っています。いまいちじゃない。よいしょ。どうでしたか小鳥さん。楽しかった。楽しかった。青、絵描けるって。絵描いてみよう。ほら、小鳥と青い。やっぱね、カートラジャパンは車ばっかしじゃなくてライフスタイルを提案するタイプのイベントなので、いろんなジャンルのメーカーさんが集まってるから飽きないで見ていられます。ツイッターの人が初めて声かけてくれました。ミストライフのご夫婦。はい、ミストライフの夫婦をしてます。いえいえ、from 大阪。from 大阪からようこそ幕張まで。小鳥さん、父ちゃんは天然パーマの動画見てくれてるんだって。みんな嬉しいね。お土産もらいました。お土産、ぜひこれからも動画見てください。お願いします。はい、ブログも見ていきます。はい、Thank you。 バイバイ。イエイ。お邪魔してみましょう。お邪魔します。家だ。そこ何の部屋。トイレだけ。無駄に広い。トイレが無駄に広い。もったいない。ガチャ。ガチャ。はい、じゃあ奥の部屋行ってみましょう。いいよ。え、なぜかここもトイレ。しかも無駄に広い。なんでこれトイレが2つあるんだ。これは何、トイレを移動させたいのかな。そういうこと。かわいい車を発見します。うわお、すげえ。いいね、青、この車。木の匂いがすごい。あちゃー、最高。青いさん、これいいね。青いが教えてくれなかったら気がつかなかったよ。いやー、素晴らしい。広いね。あ、フロントマスクもおしゃれ。トライアルという競技とパルクールという競技をアスリートの方たちが見せてくれるんですけども、さあまず最初に登場するのは高海木元だ。うぅー、さあさあさあ、渋谷忍者のシンボルであるハイエースから今降りようとしている。さあ皆さん、片足を乗ってた。さあさあさあ、大きく助走をつけて、ダンダン。そこで現れたナイスガイ、ナイスガイも同じポーズをいたします。あ、かなりファンのお父さんが現れましたが、はい、さあさあ、緑が気をつけて、カレー飛び越えた。この4人の無事の生還を祈って、皆さんぜひ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 、もう危ない危ない危ない、あの危ない危ない危ない、うわー、お願いします。はいはい、さあさあさあ、登りの向こうから大きく見つけた。うわー、お願いします。いやー、そう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 、飛び込んで、お願いします。いやー、いやー、皆さん、オッケーオッケー、拍手。うわー、カトラ2日目楽しかったです。最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。
That father is 10 men permed!